はい、ピースケでサクセスやっていきますということで、ガチャ解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でサクチャレですよね。はい、サクチャレで、まあ店名で必須枠の3体って感じかな。はい、まあもうこの3人入れとけばある程度もう店名は遊べますよっていう、はい、3体になってます。はい、で徳作くんです。はい、まあ説明不要かな。はい、まあ固有キャラなんで強いよっていうキャラです。はい、でかやのちゃんもまあ紫で、はい、固有キャラなんで強いよっていう、まあサポートで入れるのもありだしっていう感じですね。まあどっちもかな。まあかやのメインの方もあるし、徳さメインの方もあるし、まあ両方突っ込むのもあるしっていう、はい、感じかな。はい、こんな感じです。はい、でも型上限がまあ今曲がりちゃんがね手に入った後はまあ型上限はあれなんだけど、うん、で補給もあんまいないのかな。うん、あの電磁が上限変えられちゃってるんで、補給上限枠もちょっとまあなんつうのあんまりいないので、まあ、かやのの重要性もそれでちょっと上がってるかなっていう感じですよね。はい、でフッキーもまあちょっとやっぱキャラが足りない関係でね、最終的にはテンプレには残ってなかったキャラなんですけど、うん、まあ序盤めっちゃ活躍してたっていう感じのキャラで、まあ環境がまあ天命の序盤っていう感じなので、うん、かぐやとかもいないんでね。はい、そういうとこでまあフッキーのね重要性もかなり高くなってるっていう、はい、感じになってます。はい、なんでまあこの3体がまあ毎回1枚はね SR 以上、まあもしくは PSR がね、出るので、まあここ引くだけでも、天命の野手は遊べるよっていうガチャにはなってますね。はい、まあもう最後なんでね。はい、感じです。はい、でラミー、イロハ、コノハ、マニーと、はい、まあ、この辺も入ってると。はい、でまあフリートに関しても、まあ、別馬解放、まあ、母体持ってる人とかは結構美味しい感じになってるので、まあシラスぐらいまで、そうか、遊べるぐらいな感じになってるので全然引いてもいいとは思います。はい、もうガチャないんでね。はいガチャもうないので、うん、まあ最優先はこれだとは思うんですけど、うん、最優先は基本的にこれだと思うんだけど、うん、まあこれ引くだけで天命は遊べるよっていう感じにはなっております。はい、まあ、セレクションはもう全然引かなくていいと思うんだけどね。うん、ちょっとパワーターだけ欲しくてクイーン心の分1回だけ引いたら出たって感じなんですけど、うん、まああとはもうまだね、来月から何還元チケみたいの始まるんで、まあもうこれを当てにしながらまったりやる感じになるのかな。まあこの大感謝祭なんちゃらですね、サンクスチケット、はい、まあここで手に入れるしかもうなくなってくると思うので、うん、まあまあまあ最後に引いておきたいって人は引くって感じでいいのかなって思います。はい、ということでご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、サクチャレも頑張っていきましょうということで、はい、バイバイでございます。バイバイ、ピース一日をお過ごしください。